1977年、国鉄地北線時代の高島駅と、周囲500メートル範囲、上が、北見方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成高島駅は、北海道中川郡池田町技高島8-1に、あった、北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の駅で、ある。 ふるさと銀河線の廃線に伴い、2006年4月21日に廃駅となった。電報略号は高。1933年から1941年まで、馬鉄の植民軌道拠編線が、駅前から現、四幌町海辺に至る1 8 8トルに渡って運用されていたが、開通と同時期に主体編が、 池田町から四幌町へ分層編入したために利用者が年々を減り、1941年4月に下折部地域内の軌道は池田町境界まで撤去された。残された軌道の運用実態は不明。1949年に廃止された。当地はかつてアイヌ語でペッポと呼ばれていたが、現在の池田町の開拓が始まった1896年に、 高島かえもが、同地に農場を設置した。その後、敷地内に駅を設置したため、高島駅となり、地名化した。二面二線の相対式ホームと駅舎を持つ、地上駅。二つのホームは向かい合っておらず、ずれた位置にある。廃止時は、無人駅であった。駅舎、ホームは撤去されたが駅前にあった樹木は保存され、レール及び国鉄仕様。 ふるさと銀河戦士用の駅名標がモニュメントとして置かれている。駅舎側ホーム跡より駅前正面より、ありがとうございます。